お前たちか。今日は何か買いに来たのか、それとも鍛造の依頼に。翔さん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、戦機革新というものを聞いたことはありますか？ああ、そりゃもちろんあるが、お前さんは。申し遅れました。私は運気。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。運気？舞台？ああ、まさかお前さんがあの運先生なのか。すまんすまん、鍛造に集中しすぎて頭が回ってなかった。運先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っている。で、戦機革新について聞きに来たんだったな。無論俺ならそれを作ることができる。過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな。ただ戦機革新を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ。前回は行幸様が用意してくれたんだが、お前さんたちは持ってるのか？いや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか？なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ行幸様は前回天鉱山のあたりで鉱石を見つけてきたはずだ。再生鉄鋼には神の目と共鳴する性質があると言われている。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだろう。ただ非化石は少し厄介でな、あまり市場にも出回らない代物なんだ。すまんが、それについては力になれそうにない。ただ天鉱山の付近に住む人なら非化石の在りかを特定する秘術を知っていると聞いたことがある。もちろんただの噂に過ぎないがな。まずは天鉱山の周辺で再生鉄鋼を探し、地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい。天鉱山、そういえば真如壁館も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くの仙人たちも好んで訪れると聞きます。そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう。